Miss Ashihara is one of growing number of Japanese drawn to work abroad. Ashihara さんはね、海外で仕事をするのに見せられた多くの増大する日本人の増大する日本人の一人だ。ドローンっていうのはね、これ面白い使い方ね。ドローンとワークアブロード、海外で仕事をすることに見せられた。ドローンと引くっていうのは注意を引く。ドルーだからね。Japanese applicants for Australia's working holiday visa more than doubled in 2022. Australia の working holiday visa の日本人のね、応募者、アプリカの応募者は、2022年には倍以上になった。more than double。で、a recruitment platform called Indeed reports seeing record numbers of searches for overseas job。 真田君、この文章を訳して。はい、インディードっていう多分レポートですね。インディードっていう、まあ呼ばれているこの、まあ、リクルートメントプラットフォームですから、まあいわゆるその機関誌っていうんでしょうかね、うん、は、が、まあ記録的な、あれですね、海外で仕事を探している人の、数を、まあ、まあ示したというか見たというのか、そういうような内容だと。うん、これリポートの動詞ね、動詞で、このリコードっていうのは、リコードナンバーは最高の数、はい、リコードはこれ最高の、うん、最大のっていう意味ね、リコード最高記録、うん、海外の仕事の検索最高記録を示したっていうね、うん、リコードよく出てくるな、このリコード、ね、リコードナンバーってことですね。あ、そうそうそう、最高記録。Study abroad agents have started advertising the term 出稼ぎ留学。海外で勉強するエージェントがね、出稼ぎ留学という言葉を宣伝し始めてきている。Earning money while studying overseas。で、海外で勉強しながらお金を稼ぐ。You could be doing the exact same job as in Japan and earn twice as much in another country. あなたは、日本で全く同じ仕事をするして、海外だと、他の国だと2倍稼ぐことができる。You could be. 平川淳一、キャリアコンサルタント。More and more young people have becomeinterested in earning money in a stronger currency。 もっともっと若い人たちが強い通貨を持った強い通貨の金を稼ぐために稼ぐことに興味を持つようになってきているということですな、ね。